メルカリでクロムハーツのキャップの偽物が出てきたぞということでですね、今回メルカリの方でですね、クロムハーツさんのキャップの偽物が出回ってるということでですね、急遽動画アップロードすることになりました。今見ていただけたらわかるんですけども、メルカリの方ですね、で見ていってるわけなんですけども、ね、値段すごいでしょ。9000円とか、9500円とか、14300円とか、ね。こういったね、ほら、9500円とかね、すごいでしょ。でね、これね、今ここ最近ね、クロムハーツさんのキャップ、メッシュキャップとかね、いろんなキャップあるじゃないですか。こういったものもね、ベースボールキャップですか。そういったものも、今もうね、ほぼ偽物が出回ってるということでですね、今回急遽ね、あの動画をアップロードと作成をいたしました。でね、ね、すごいでしょ。こんなことがありえるんですかね。やっぱりね、そのネットでのクロムハーツさんをやっぱり買うのはやっぱりちょっと危ないと。これも昔からもうかなりの昔から言われている言葉なんですけども、そこはもうどうしようもございません。うん。偽物ね、明らかにこれね、ね。ありえないでしょ。21もいいにありますね。すごい。もう信じられません。もうこういったことがね、平然と、腕がもう買ってらっしゃる方もおるでしょ。1万円でね。もうこれが現実ですよ。うん。9500円で買ってるでしょ。もうこれは現実です。もう8500円とか買われてる方とかね。うん、もうこれが現実なわけなんですよね。ちょっとね、寂しいですよね。まあ、クロムハーツさんは今、品薄状態でも、致し方がないんですけども、まあね、仕方がないことなのかもしれませんね。まあ、皆さんも偽物に注意しましょうと言いましょうか。もう買ってる方もおられてる時点でね、もうどうしようもないんですけどもね。でもいいんですよ。いいですよって言い方も変ですけども、もう捨てるつもりで使うのであればね、別にまあオマージュみたいな感覚で使う方も実際おられるんですよ。それクロムハーツ違うよとかね、そういったね人もおられますので、実際ね、働いてる方でもそういった方もおられますので、でもやっぱ恥ずかしいですよね、偽物をつけてるっていうね。そのね、もう感覚自体がもう薄れてきてるのかなっていうこともありますよね。こう言ってね、やっぱり6000円で買ったり1万円で買ったりとかね、実際売れてるわけなんですよ、この偽物が。本当に残念な気持ちでいっぱいなのと、やっぱり昔から私クロムハーツさんのファンですので、やっぱりちょっとね、こういうのを見ていくとちょっと寂しい思いもいたしますね。で今回ね、ちょっとね、メルカリさんの方でですね、クロムハーツさんの偽物がね、出回ってますよということでですね、特にキャップがかなり出回っております。ということでですね、今回はね、メルカリでね、ちょっとね、びっくりいたしました、私も。ありえん。こんな9000円とかありえないでしょ。すごいっすよね。うまいこと隠してるんでしょうね。あ、ここもうまいことやってますよね。ここもね、ここの展示、ここの点ね。あ、これ白いな。これダメだな。これはアウトかな。うまいことやってるな。本当にね。本当に悲しい。仕方がございませんがね、まあ、こういったこともね、もう時代の流れですよ。だから安いものを買ってね、それをかぶってね、たかが帽子だということでね、買ってね、使っ
ていくんでしょうけどもね。うん。というわけでね、今回はね、メルカリさんの方でですね、クルマハーズさんの偽物のことについてですね、キャップの、特にね、今回キャップのことについて動画アップロードいたしました。で、またね、こういった、動画もね、アップロードしていきたいと思っておりますので、挟み持ってね、動画の間に挟み持ってこういった形でね、動画アップロードしていきますので、またね、気軽に見ていただけたら幸いなのでね、応援の方もよろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。